はい、こんにちは、VUJ ラボです。ですね、いろいろレトロ PC 紹介してると思うんですけど、今回ね、いろいろ漁ってたらね、こんなものが出てきました。じゃん。はい、ローランドのね、ミディプロセッシングユニット MPU401 ですね。はい、ね、シンセサイザーとかね、音源をつなぐね、ミディインターフェースです。はい、こんなのね、出てきました。これね、MPU401 ってね、世界最初のね、コンピューターとつなぐミディインターフェースですね。はい、ミディ端子がね、こうありまして、シンクアウトとかね、テープインアウト、これはね、マルチトラックレコーダーとね、同期を取るときに使うやつですね。あとメトロノームアウトがあってね、こっちがね、コンピューターの、端子になってます。コンピューターとはね、専用のインターフェースで基板でつなぐんですけど、PC88 用のね、拡張ボードも出てきました。こんなやつですね。ここから、このフラットケーブルでさっきの MPU401 とつなぎます。はい、非常に、ね、シンプルな拡張ボードですよね。はい、TTLIC が、ね、4つついてます。はい、あと、ね、パソコンとか、ね、抵抗ぐらいしかついてないですね。はい、非常に、ね、シンプルなやつね。はい、これでね、PC88 と、ね、接続できます。はい、早速ね、PC88 とね、つないで、ちょっとね、コンピューターミュージックをね、試してみたいですけど、せっかくなんで、これね、ちょっと中開けて、中見てみたいと思います。開くと思いますが。はい、こんな感じですね。これが多分マイコンでしょうかね、ゲートアレイだと思いますけど。で、ローランドのね、これはマスクロムですね。ロムで、これが S ラムですね。あとは TTL。14093-74LS138P。74LS05 TTL ですね。 JRC600 アンプがありますね。4558、あとね、トランジスターが ESC1815 ですね1815入ってますね。はい、電解コンデンサが1個だけありますね。容量抜けしそうな感じもしますけど、大丈夫ですか。そうですね、白いのは何でしょうね、フォトカプラでしょうかね、ちょっと分かりませんね、これは。はい、こんな中身になってました。はい、では早速ね、PC88 MAX-FR ね、この前紹介した FR にね、つないでね、コンピューターミュージックをね、試してみたいと思います。はい、じゃあまずね、インターフェースをね、88FR に、実装していきます。FR はね、拡張スロットは1本しかないんで、このね、ミディインターフェースを入れたらもう終わりですね。はい、じゃあこれをね、セットしていきます。で、奥まで差し込むとちょっとコネクタが刺さらなそうなので、初めに、接続ケーブルをね、差しておきます。はい、はい、インターフェースがセットできました。で、このね、 D-Sub25P のコネクタと、このミディインターフェース、ミディプロセッシングユニットをつなぎます。はい、接続終わりました。じゃあちょっとまたね、セッティングを元に戻します。はい、ミディインターフェースとね、 PC88 を接続しました。これでまずね、インターフェースが認識しているかね、ソフトを起動して、確認したいと思います。ソフトなんですけども、
はい、MIDI 用のソフトでね、はい、これですね、カモミュージック RC-PC88 5インチ 2D 版ですね。これ当時は29,500円ですね。結構ね、この有名なソフトですよね。多分小室哲哉とかもね、使ってたんじゃないかなと思いますけどね、88用としてはね。はい、こうパッケージ RCP-PC88 なんですけど、ちょっと中身のね、ソフトが実は違ってまして、RCM が入ってますね、実はね。こちらですね、 RCM-PC88 バージョン 1.0 ということでね、はい、ローランドの、ね、音源 MT32 の、ね、コントロールができる、ね、機能がついた、RCP の、ね、PC88 という感じですね、はい、この、ね、システムディスクを、ね、起動してちょっと、認識しているか、ちょっとまず試したいと思います。大丈夫そうですね。インターフェースのエラーは出てないので、多分認識していると思います。はい、じゃあね、MIDI 音源をね、つないでみたいと思います。はい、MIDI 音源なんですけど、SC88 Pro とかね、つないでもこの時代ってマッチしないんでね、はい、このソフト用のね、音源ということで、はい、ローランドの MT32 ですね。はい、私ね、デスクトップミュージックシステム、ミュージックンという、ね、セットで買った MT32 の、ね、初期の、ね、初期バージョンの音源ですね、はい、これをつないでいきたいと思います。音源の方はね、MIDI ピンの方にね、つなぎますですね。MIDI インターフェースとローランドの、ね、音源 MT3 に、つながりました。じゃあ音源の電源を入れます。こんな感じのね、デスクトップミュージックとしてはね、当時、だいぶね、売れた音源ですね。はい、これでね、動作するか、はい、早速ソフトウェア試してみましょうかね。ちょっとまだね、ラインアウトはまたつながずにちょっとね、音源が反応するかを試してみたいと思います。MIDI メッセージが来てますね。大丈夫ないですね。はい、読み込みが終わりました。はい、スピーカーと接続しました。ちょっとね、スピーカーの、ね、位置を変えるのが大変だったんで、スピーカーね、この画面のね、右の方にあるんで、ちょっと右の方にね、マイクを向けて、ちょっと音を拾いたいと思います。じゃあこうやってね、デモ、音源をね、デモ音源というかね、デモの MIDI データを、再生してみたいと思います。ちゃんと鳴ってますね。 MT32 も久しぶりにね、電源を入れたんで、こっちもどうかなと思ったんですけど、はい、大丈夫でした。
別の曲もね試してみたいと思います。この黒鍵のエチュード、ショパンですね。クラシックばっかりですね。はい、著作権の関係だと思いますけど、今回はトラック1のねデータをね表示させながら再生してみたいと思います。はい、このね RCM シリーズらしくね、この、ステップデータがね表示されてスクロールしていきます。はい、これでちょっとプレイします。今回はローランドのMIDIインターフェース MPU401 をね PC88 につないでコンピューターミュージックをね、やってみた動画でした。ありがとうございました。